中山正明、中山正明、中山正明、1932年、昭和7年6月14日体は、日本の政治家、自由民主党所属で、衆議院議員を務めた、大阪府出身、学位は、法学士、君党は、君一党局実大受賞、財団法人異文化コミュニケーション財団理事、父は、戦前に、衆議院議員、 戦後に参議院議員を務め弁護士でもあった中山福蔵。母は初の女性閣僚を厚生大臣となった中山雅。1955年に中央大学法学部を卒業した。母雅が第一次池田内閣の厚生大臣時代に秘書官を務めたのをきっかけに政界入りする。大阪市議会議員を経て1969年に 母の地盤を受け継いで、衆議院議員に初当選する、当選同期に、小沢一郎、伝勤、梶山清六、奥田慶和、林義郎、渡辺光三、渡抜田美助、塩崎淳、村田慶二郎、松永光、浜田光一など、以来連続11期当選を果たし、国会議員生活は30年以上に及んだ。冷戦中の1970年代には、 中川一郎や渡辺道を石原慎太郎ら自由民主党の同僚議員とともに政覧会に参加するなど高派の論客として鳴らした。竹下登内閣で郵政大臣として初入閣し、自社連立の村山富一改造内閣では発言で中間の反発を招き隕石辞任した江藤高美の後任として総務庁長,長官小渕慶造内閣では建設大臣。 国土庁長官として各、第一次、森吉郎内閣でも留任した。1996年は、新進党現職、前田氏に大阪四区で敗れ比例復活。2000年に自身最後の立候補で接続、初の小選挙区勝利を果たした。1997年に、中山ら自由民主党の議員が中心になり、設立された北朝鮮による、 日本人拉致問題の解決を目指す北朝鮮拉致疑惑日本人救済議員連盟、拉致議連、現、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟の設立メンバーとなり、さらに同議連の会長を務めた。当初は、拉致被害者の横田めぐみの両親と衆議院、議員会館で共同会見を行い、 拉致問題が解決するまでは北朝鮮に対して食料支援を行わないと発言するなど、高派の論客らしい強硬な姿勢を見せていた。しかし、1997年11月に北朝鮮の平壌を訪れ、帰国した後に、急遽各方面に日本人拉致事件そのものを否定する説を発表したり、翌年には、拉致議連会長のまま日朝友好議員連盟の 会長に就任し、拉致問題は、幽霊のように実体のないもの、と日本人拉致事件そのものを否定した上で、まず、北朝鮮との国交正常化を行った後に、拉致問題の解決を行うべきと発言するなど、拉致議連の会長自らが問題そのものを否定したり、する消極的な言動を行った。この中山の言動は、議員連盟のみならず、 政界内や多くの国民から強い批判を浴びた。その後、中山は北朝鮮拉致疑惑日本人救済議員連盟と日朝友好議員連盟会長の両会長を辞した。2002年、君一当局実大受賞を野中博村と共に叙勲された。2003年に母から譲り受け長年保ってきた地盤を長男の中山康秀に譲り、政界から引退した。 常実のように、北朝鮮拉致疑惑日本人救済議員連盟、旧拉致議連の設立メンバーで会長も務めていたにもかかわらず、平壌訪問以降は、拉致事件否定説を発表したり、拉致議連会長のまま日朝友好議員連盟の会長に就任するなど矛盾する言動を取り、各方面から大きな非難を受けた。この言動について、 かつての名優の石原慎太郎から問いただされた際には、拉致問題は、あんたが考えているほど簡単なものではないんだよと、にべもなく答えている。この発言は、口述のコラムに取り上げられた。2002年3月には、拉致被害者の有本恵子の母、佳よ子に電話をかけ、救う会の佐藤勝美らを、共産党北京派で、拉致問題解決を妨害していると事実無根の、誹謗をした上で、 救う会の運動から手引けば、平ンに連れて行って、稽子さんと会わせてやると語った。それに対し、カヨ子は、救う会を取りますと回答した。また、有本の拉致に、ヨドゴーハイジャック班の妻、矢尾恵美が関与した子を受けて、これは、日本人が、日本人を拉致したのであって、北朝鮮政府とは、関わりないことだとも語った。その後、5月7日昼に、中山は、 赤坂プリンスホテルの中華料理店で、スクユ会の役員に、有本恵子さんは生きていると語る。9月21日12時頃には、スクユ会の西岡力が秘書を通じて、中山に、この発言の根拠を確認したが、無回答であった。石原慎太郎は、同年4月8日に、産経新聞の連載コラム、日本世で、この政治家たちの手たら落と題して、 この中山発言を取り上げ、被害者の家族への洞喝か、加害者たるテロ国家への気配りなのか、何故のへつらいなのかと批判した。それに対して中山は激怒し、石原を提訴したが敗訴した、下記の騒動を参照。同年9月に週刊文春が直撃インタビューした際、ヨドゴーハ杯ジャックンの妻を北朝鮮でヨド号のメンバーと結婚し、 子供まで産んでおいて、自分一人だけ日本に帰り、そんな女の言うこと、どこまで信じられるのかなぁと誹望し、かよこへの発言の根拠としていたはずの彼女の、拉致関与の告白を否定した。中山は一連の行動の理由として、上記のヨドゴーハイジャック犯の妻が逮捕されないこと、拉致問題が1995年になって、ようやく警察白書に取り上げられたことなどに疑問を持ち、 拉致問題を政治的に利用する勢力がいると考えるようになったためと主張している。なお、中山と共に包丁した青木博之も同様の発言を行った。衆議院総選挙直前の2003年10月21日、長男安秀の事務所に建国義勇軍を差出人とした封書が送付されていたことが判明した。封書の中身は銃弾と 中山の拉致問題への対応を非難する内容が書かれた紙だった。中山本人は、これが事実かとわれ、原田という秘書は確かにおりましたけれど、いろんな方が来られたものですから、ちょっとわからないですね、と肯定も否定もしなかった。父は、戦前に衆議院議員、戦後に参議院議員を務めた中山福造、母は厚生大臣を務めた中山万佐。 兄は元外務大臣で前衆議院議員の中山太郎。長男は衆議院議員の中山康秀。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。